どうも、後藤輝樹です。今回の動画は、L 国党新宿区議当選無効は憲法違反ですっていう動画です。今年の統一地方選挙で当選された方が、3ヶ月以上の居住実態がないために、お前の当選認めねえからなっていう話なんですけども、僕はこれ、憲法違反だと思っています。なんでかわかりますか？これ、簡潔に言ってしまうと、これ、人権侵害だからです。平たく言うと、金がねえ奴は選挙に出るなっていう国からのメッセージ、圧力、排除命令なんですよ。3ヶ月住むってこれ結構お金かかりますよね。てかそもそも住所ない人いますよね。ホームレスの人とか。いや、ホームレスの人ってすごい自分とかけ離れた人と思ってません？そんなことないんですよ。例えば日雇い派遣で働いてる若者とかいるじゃないですか。でそういう人たちって漫画喫茶を転々としてたりとか、友達の家に住んでてたりとか、住所ない人とかっていると思うんですよ。でそういう人たちは、お前ら選挙なんて出てる暇ねえだろ、選挙にお前ら出る資格ねえんだっていう、これメッセージなんですよ。これおかしくないですか？日本って普通選挙なんですよね。普通じゃないですよね。お金がない人でも出れるのが普通なんじゃないんですか？僕はそう思います。そしてこれ、供託金僕は0円にすべきだと思ってるんですけれども、今の選挙って、例えば参議院議員の比例だと、3300万円の供託金が必要なんですよ。おかしくないですか？この国を良くしようと思っている人から、3300万円も取ろうとしてるんですよ。おかしくないですか？どこが普通なんですか、この選挙。そして、今の選挙は25歳もしくは30歳からじゃないと立候補できないんです。おかしいですよね。若者が立候補するなっていうメッセージなんですよ。おかしいですよね。僕は、30歳からしか立候補できないものを12歳に下げます。それを判断するのは有権者が判断すればいいだけなんです。ああ、あいつまだ若いからやめとこうって。国がね、30歳からじゃなきゃ立候補できないとか、そういう決めるのがおかしいんです。なので僕は、12歳から立候補できるようにし、供託金0円で立候補できるようにし、住所がない人でも立候補できるようにします。僕は、そのことを毎回掲げて、選挙に立候補しています。戦っています。なので、真の普通選挙を実現したいという僕の思いに賛同された方は、これからも後藤輝樹を応援していただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、後藤輝樹様より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。